一日で最も重要な食事。はい、フライドポテトよ。わあ、フライドポテト。できたてほやほや。でも何か足りないような。ああ、塩だ。雨を降らせましょう。嘘でしょ？何もない。空っぽだ。はあ、困った。大丈夫だから。今日塩なしで我慢して。もしくは、私のロケット指輪、これは緊急時の塩が入ってるんだった。はい、これどうぞ。塩味のついたフライドポテトだよ。そうそう、これこれ。塩味が効いて美味しい。お母さんってば最高。ついに私だけだ。この間にチョコをいただこう。あれ、おかしいな。ポケットの中で溶けちゃったんだ。え、あなたのチョコがどうしたの？あらまあ、見てよこれ。ちょっと待って、そのネックレス、いいこと思いついた。私に任せて。いい？これは新しいものを作るチャンスだと思えばいいのよ。溶かしたチョコレートをボウルに注ぐよ。なかなか良さそうでしょ。どんどんアイディアが湧いてきた。星のアイス型を使うの。水を注ぎ入れて。チョコはこれからよ。心配しないで。爪楊枝を忘れないで。凍ったね。さて、これをチョコにディップするの。うわ、なんて贅沢。あとは慎重にチョコから氷を取り除く。それにクリームを詰めて。美味しそうでしょ。私に？うわぁ、とっても美味しい。チョコは確かにいろいろ使えるね。これは本当に美味しいわ。一日で最も好きな時間、昼食タイム。今日はめっちゃ食べるぞ。うわぁ、ちょっと頭大丈夫？おっと、待って、カロリーが高すぎる。どういたしまして。何を助けてあげたんじゃない。ダイエットなんて嫌い。このハンバーガーすごい美味しそうだったのに。見てよこれ。それはひどいね。ちょっと待った、卵がある。これだ。固ゆで卵で作ればいいんだ。タンパク質のみ、炭水化物ゼロ。ダイエットに適してるよ。じゃじゃーん、これどうだろう。これは匂う。でも食べてみるわ。これ結構美味しいよ。ありがとう。もちろんいいってことよ。今ので喉が渇いた。一歩ずつしか進まない。さて、夕食の準備が整ったよ。あなたのお気に入り、バターたっぷりのパスタよ。わあ、お母さんありがとう。どうやってフォークで取るの？ああ、取れた。ああ、ついに。とっても美味しい。そうね、美味しそうで何よりだわ。食べた。とっても美味しい。もっといい方法があるはずだわ。長い麺はダメ。でもこの方法ならうまくいくはず。見てて。これなら切る必要もないの。これを沸騰した水に入れれば簡単。よし、これならいいわ。ずっとすすらなくて済むよ。ミニサイズの方が良さそうだから。美味しそうでしょ。どうぞ。うわあ、そう、簡単になったね。いい子。でもあまり急がないで。
子育ては大変ですよね。涙や感触や頭痛の種ばかり。でもここで紹介する子育ての便利なライフハックを使えばかなり楽になるかもしれませんよ。面白いわコーヒーを飲みながら雑誌を読むのは本当に最高。うん、静かだわ。やっはー、あー、パジャマがびしょ濡れだわ。ママ何やってるの。服が濡れてるけどコーヒー困っちゃったな。こんな、じゃあまたね。深呼吸するのよ。そうなの、みんなも。うわ、あれ、またもや、まったく、どこに行ったのかしら。寝る前のコーラは最高だわ。ああ、どういうこと、何かしら、こっちに向かってる。いや、やめて、隠れなきゃ。ここだったら見つからないはず。はあ、助かったな。やっと冷たいコーラを味わえるわね。みーけ、楽しい。ママ、なんでこんなことに。コーラが飲みたいだけなのに。ママ、ママ大丈夫？あ、そうか。大丈夫よ。手伝ってあげるね。風船とハサミを用意して、上と下の部分を切るの。風船をコップにかぶせれば、こぼれ防止の完成。ああ、すっきりした。そこから動かないでね。ママ、これ飲んで。本当に気に入ると思うよ。ママ大好き。ダメよ、揺らしたら。あ、こぼれない。ああ、どうもありがとう。おはよう。はい、朝食よ。おいしいオートミール。うえ、あんなの食べたくない。逃げなきゃ。はい、食べてね。どこに行ったの？早く、オートミールが冷えちゃうわよ。やめなさい。捕まれないようで。こっちだよ、後ろ。いい加減にして、これを着なさい。 T シャツ動けない、やばい。ちょうどいいわ。はい、あーん、もぐもぐしてね。いい子ね。前からこの方法を使えばよかったわ。この新しい髪型最高。何これ、そこら中シミだらけじゃない。この中だわ。トイレなの？いるの？ここも汚れてるわ。シャワーカーテンの後ろに何かいるわ。勇気を出して。あ、いた！あ、ママ！うわ、顔にもついてる。チョコレート？ああ、よかった、あれかと思った。はい、渡して。これは私だよ。渡しなさい。ずるいよ、こんなにたくさん食べて。そうだ、チョコをボウルに入れて溶かして、スプーンですくって、それからスプリンクルをつけると、チョコアイスキャンディーの完成。おやつをあげるわ。うわー、はい、どうぞ。両方ともいいな。おいしい、ありがとう。どういたしまして。次は掃除をしなきゃ。学
校から帰ってから遊ぶ時間よ。コーラとポテト、美味しいんだな。ゴクゴクゴク。コーラは歯に悪いのよ。ゲッゲッ、下品ね。健康に悪いわよ。ごめんなさい。反省しなさい。このジュースを飲んで人参を食べなさい。人参？でも人参嫌いなんだけど。食べなさい。ポテトが食べたいの。野菜は体にいいのよ。また人参が残っちゃったわ。待てよ。このおもちゃを使えば、まずは人参ジュースを注いで、凍らせて、フライドポテトの箱に入れてっと。よし、はい、夕食の時間よ。野菜なんて食べたくない。特別なものを作ってあげたから。じゃーん、フライドポテト、やった。おいしい。バレなかったみたいね。ああ、コーヒー飲まなきゃ。おはよう。朝食にする？フロスティーにしてお願い。はい、はい、どうぞ。ボールをあげるからちょっと待って。あ、ない。食器洗い機を買った方がいいわね。このスプーンを使おうかしら。ダメだわ。どうしよう。これを使えば。そうだわ。こことここを切って。え、ママすぐにできるわ。よし、次は牛乳。うまくいったわ。はい、食べて。うわぁ、どうもありがとう。フロスティの大きな器。うん、これはもう見た。うん、他に何かないかしら。うん、これならどうかな。ねえママ。ママってば。ちょっと聞いて。聞いてるわよ。でもママ今テレビ見てるからね。ボンジュール食通たち、今日は素敵なプレゼントがあるよ。舌をうならせるほどの美味しい料理だ。それはみんな大好きチョコレート。ほら見て。うん、こんな超等品があるだろうか。素晴らしい。このシェフ見覚えある気が。ママはいつも遊んでくれない。ああ、もう飽きてきちゃった。あれ、これって口紅？これで面白いことできそう。本当はいけないんだけど。別にいいよね。これをつけたらとっても可愛くなって、モデルにだってなれちゃう。ジャスミン、この番組面白いよ。ジャスミン？うん、見た目も可愛いし美味しい。もっと食べたい。ダメ。え？なんてことだ。ダメだ、それを食べちゃ。どうなってるの？一旦ヒゲを直させてくれ。私のプロの手で素晴らしいものを作ってあげよう。まずはチョコレートを砕く。それをスプーンに乗せて、ろうそくにかざす。溶けるまでゆっくり温めるんだ。これはそこまで時間かからないよ。こんなもんだろ。ここでろうそくの出番は終わりだ。溶けたチョコレートを口紅の容器に注ぐ。中をきれいにしておくことを忘れないで。ギリギリまで入れるんだよ。こぼさないようにね。そうしたら固まるのを待つんだ。そろそろいいかな。これで食べられる口紅ができた。なんというアイデア。これは君にあげるよ。きっと気に入るはずだ。受け取って。おっと、すごかったわね。うん、あのおじさんアイデアマンだね。見せて。ちょっとだけ待ってね。うわ、本物の口紅みたい。食べたくなっちゃう。ねえ、それちょうだいって。ああ、そうだったわね。わかってるわ。
すごい、この口紅見た目も大好き。味も美味しいといいんだけど。いただきます。うん、美味しい。一日中食べてられちゃう。口に塗ってもいいもんね。喜んでもらえたみたいでよかったわ。ハッピーエンドになると思ってたのに。え、ママ、結末そんなんじゃなかったよ。もう寝る時間よ、ハニー。あの後どうなったのか教えて。ごめんね、ジャスミ。でも続きは明日読んであげるから。ちょっと、もう寝ないとダメでしょ。これ見て。そんなのやだ。こうなったら癇癪起こしてやる。耳がちぎれる。最後まで読んで。どうしよう、私なんてことしちゃったんだろう。テディ君ごめんなさい。落ち着いたかしら。テディ君が怪我してる。大丈夫よ、ハニー、私が直してあげる。うん、これは思ったより厄介かも。いや、かなり手強いかも。治るかな。今見てるからね、もうちょっと待ってて。そうだ、わかった。このテディ君を改造するよ。まずは腕と足も取り外してね。胴体部分はもう必要ないわ。でも何かで補わないとね。どうしましょう。そうだ、この枕を使いましょう。それ私が使ってるやつ。テディ君のためよ。大丈夫、これでいいものが出来上がるから。グルーガンが必要ね。枕の中央に糊を塗って、これぐらいで十分でしょう。そうしたらテディ君の頭を取って枕にくっつけるよ。それから腕も同じようにして、最後に足もくっつけたら、ほら、テディ君居心地良さそう。見て、ジャスミン、すごいでしょ。これでテディ君と毎晩一緒に寝られるわよ。わあ、テディ君が戻ってきた。ハグして。会いたかった。ほんと可愛いんだから。そろそろ私も寝る時間ね。おやすみ、ハニー。ディナーの時間よ。でもその前に美味しいリンゴジュースが飲みたいの。これが欲しかったのよ。とっても美味しそう。私のお気に入り。これでよし、ちょっと置いておきましょう。さあ、何を作ろうかしら。ピザとか。うん、ピザね。あら、何の音。まあ気のせいね。どこまでやったっけ。一体何の音？待って、私のリンゴジュースがないわ。おかしいわね。幽霊でもいるの？このキッチン、何か仕掛けがあるのかしら。どういうことなの？その調子よ、ママ。うん、待った。ああ、平和で静かな時間。やっと本が読める。楽しみにしてたの。え？何？何が起きているの？家が揺れるなんて。嘘、そんなはずはない。あれしかない。ジーナ、心配ないわ、ママが行くから。あなた大丈夫？いやだ、何か踏んだみたい。すごくベタベタ。部屋の中いっぱいよ。まさか鼻水？どうしてこんなことに。理解できないわ。ほら、あなた、ママが来たわ。具合が悪いかも。アクション。ひどいわ、ベタベタじゃないの。止められなかったの。すぐ戻るわね。早く戻ってきて。大丈夫、薬があるの。これで良くなるはず。口を開けて。いや、無理、このおしゃぶりは口から外れないの。ちょっと工夫が必要ね。ほーら、飛行機が飛んできた。空港は閉まってるの。ああ、わかった。やった。簡単には諦めないわ。これを飲まないといけないの。グズグズ言っても無駄よ。これ美味しいんだから。今スプーンを蹴ったの？空手を習わせていたのが間違いだった。私の手の素早さを見たでしょ？恐ろしい子。応援が必要ね。ドクター、助けてほしいんです。娘が薬を飲まなくて。ちょうどいいものがあります。ありがとう先生。すぐ戻るわ。お久しぶりです。
なもん。さあ、お金はうまくいくかしら。答えを知るには試すしかない。ジーナ、見てごらん。きっと気に入ると思うわ。え？それ何？おしゃぶりみたいね。試してみたい？美味しそうでしょ？うん、ちょうだい。これ好きかも。中に薬を入れておいたの。出ない。くしゃみが止まった。やった、大好きな番組だ。どれどれ。なんだいこれは。教育にいい番組を見ないと。何があるかな。あー、これね。え、何見てるの。うわ、つまらない。僕が決める。イエーイ、楽しい。あ、まったく最近の子供たちは。いいじゃん、こういう番組はもう十分。クラシック音楽が一番。え、ダメダメ。ふん、負けるか。ちょっと二人ともやめてよ。もう、あ、限界。こうなったら料理対決よ。あ、静かになった。うわ、ここから出られないなんて最悪。これこそがエンターテインメント。最初の料理対決はこれ。なるほど。ああ、若者が先ね、いいでしょ。あ、おばあちゃんありがとう。うん、形が完璧なトウモロコシ。ああ、先に食べていいわよ。ジューシーで美味しそう。皮を剥いて。素早いこと。よし、やってみるか。トウモロコシチョップ。もう一回。ああ、完璧なトウモロコシの出来上がり。次は加熱。しっかり焼いた方が美味しいからね。うん、いい感じ。じゃじゃん。そして最後の仕上げにはトウモロコシホルダー。ふふ。それにシロップを少々。つけすぎないように注意して。少しだけね。甘くて美味しそうだろう。うんうん。私のは何かしら。どうすればいいの。食べ物じゃなさそうね。でも工夫次第で何でも作れる。まずはトウモロコシの粒を作る。模様が大事。縦ができたら横もね。あと一つ、しっかり押し付けて串を外す。じゃじゃーん。まずは平らにして、ここに置いたら黄色いトウモロコシと合わせる。トウモロコシの上にかぶせたら手でなじませてね。完成。素敵でしょ。上手にできたわ。トウモロコシ大好き。甘いトウモロコシはもっと好き。うん、最高。デザートを食べてるみたい。こっちは見た目が可愛い。あれ、なんか伸びちゃった。気持ち悪い。食べられない。ジェラードの勝ち。やっぱり。おばあちゃん、残念だったね。次は甘くて美味しいお菓子。うわー、楽しそう。うわー、大好物のお菓子だ。これ美味しいんだよね。しかも赤が一番好き。一体すごいでしょ。確かに楽しそう。うん、あれ。
全然開かない。諦めるしかないかな。もうばあちゃん、それ貸して。わからなくって。任せて。はい。わお、いろんな色がある。ふむふむ。で、どうすればいいの。ああ、そうだ、字が小さいわね。それにつながらない。どう。あ、できた。もしもし。はい。助けてほしいの。お菓子ですね。なるほど。そのまま食べるって。助けてくれてありがとう。はーい。もっと面白くしちゃおう。健康的なお菓子の出来上がり。野菜のラップ。何個でも食べられる。ダメだ。あと一枚。そうだ。よし。なんで今まで思いつかなかったんだろう。巻き寿司を巻く。おいしそう。まるで飴みたい。でも匂いは変だな。みんな大好き、アイスクリームは。スプーン一杯でいいかな。いい感じ。こうやって折りたたんで、端っこを真ん中に持ってきたら、個性たっぷりのラビオリみたい。これで決定かな。おばあちゃん。あら、全部食べちゃった。おいしそう。でも一皿だけ。どうなってるの。あらあら、もう。でも許してあげる。ないよりはマシね。おいしそう。最高。今回もジェラードの勝ち。わーい、大成功。よし、次はポップコーン。グッドラック。ポップコーンね。うわ、僕のはもう調理済みだね。こっちは調理が必要ね。黄金で綺麗だけど、しょうがない。ポップコーン大好き。待って、おいしそう。もっと美味しくできるはず。よし、調味料を使おう。ポップコーンといえば塩。入れすぎないように注意して。完璧。あと少しだけ。よし。ジェラード、入れすぎじゃない。ダメだって。よし、塩の雨だ。よっしゃ、芸術作品の出来上がり。まったく。ああ、そうだ、私は料理が得意なの。今日は甘くしちゃいましょう。まずはこれ。温めたらチョコレートを入れて。 OK、 本番はここから。こちらを投入。ああ、忘れるところだった。少しだけ水を足すの。完璧。あとは魔法にお任せ。音がしてきた。いい音。まるでダンスパーティー。チョコレートが全部溶けたら完成。甘くて美味しい。僕のもすごいよ。ほら見て、うまそう。どっちが勝つかな。へへ。ワクワクする。でもこれは何。ただの塩じゃん。こっちは美味しそう。おばあちゃんの勝ち。あら、本当に。
今度は健康的なもの。リンゴ。微妙だけど。おばあちゃん、先に開けて。ありがとう。どれどれ。確かにリンゴね。普通のリンゴ？どうすればいいかな。僕も開けてみるね。うわ、リンゴじゃないみたい。柔らかい。変なの。どうしよう。あ、そうだ、いいこと考えた。交換しない？うん、いいわよ。やった、リンゴがたくさん。楽しいに決まってる。そうだ、まずはこれを平らにするの。しっかり練って、いい感じ。それ何個かに分けたら、ここからがすごいの。丸いボールを作ってね。こうやって、できた。真ん中に小さな穴を開けたら、色をつけていくわよ。うん、味はリンゴ。見た目はまさにリンゴ。綺麗でしょ。すぐ戻るわね。オーブンに入れたら膨らんできた。いい感じ。本物のリンゴより本物っぽい。見て。暑いから気をつけてね。盛り付けが何よりも大切。うん、ちょうど入るわね。完成。時間切れね。うわ、おお、どっちが勝つかな。わーい。うん、噛んだ跡がある。気持ち悪い。こんなのいらない。こっちは、うん、しっかり詰まってる。うん、あ、おいしい。今度もおばあちゃんの勝ち。はあ、あらら、泣かないで。あら、一体何が起きたの。嘘、あんな大きな雲いたかしら。ああ、ダメ、落ち着くのよ。あの雲を捕まえないと。来る場所を間違えたわね、この八本足目。ちょっと待って、このボトル何かに使えそう。早速やってみましょう。まずはボトルに穴を開けて、ボトルをひっくり返す。そこから4本の切り込みを入れて、こうして羽を作るのよ。それぞれの羽に穴を開けて、紐を穴に通していくわ。そのままチューブに通して、チューブとボトルをつなげれば、さあ、これで私もスパイダーキャッチャーよ。ゲームスタート。逃さないわ。やったわ。嘘でしょ、そんな。この家は乗っ取られているわ。どこに行くつもり。これとっても楽しいでしょ。最高に楽しいわ。わお、これを見て。とってもクール。待って、それは私のよ。私が最初に見つけたのよ。話しなさいよ。いや、渡しなさい。さあ。やだ、何してくれたのよ。私のせい。絶対に許さないわ。ばこの騒ぎは何、何が起きたの。エマが台無しにしたの。違うわ、私じゃないの。落ち着いて、大丈夫よ。ハニー、トイレットペーパーが切れちゃったんだ。ほら、わかるだろ。もう拭いてあげないわよ。でもどうすればいいんだ。トイレットペーパーがないと困るじゃないか。ちょっと待って。うん、いいアイデアが浮かんだわ。トイレットペーパーを芯から外して、こうしてカードで包む。しっかり固定してね。筒に風船を差し込んで。ちょっと地味だからデコレーションもね。私はフェルトペンを使うわ。気をつけて、風船が破裂しないようにね。可愛い顔を描いていくのよ。これが目になって、長いヒゲも必要ね。髪で手もつけてあげよう。今度は耳よ。できた、ウサギよ。ほら見て、ちゃんと二人分あるわよ。うわ、これは素敵。ちょうだいちょうだい。やった、ほら見て。楽しくてやめられないわ。エマ、これを見て。この子たち友達になるべきよ。遊びましょう。あら、なんて可愛らしいの。
母の仕事に終わりはない。ママすごく喉が渇いたわ。ジュースもらっていい？もちろんよ、私の可愛い子ちゃん。注いであげるわね。うん、美味しそう。ありがとう。さて、続きをしないと。もっとくれない？まあ、本当に喉が渇いていたのね。もちろんよ、ハニー。ゆっくり飲むのよ。じゃないと一日中トイレにいることになるわ。うわー、最高よ。ああ、そうだ、大事な用事があるんだった。うん、そうよ、とってもすっきりしたわ。ママ、そこにいるの？ええー、ここよ。あらまあ、一気に飲んじゃダメよ。ちゃんと聞いているの？はい、わかってる。いい子ね。あら、誰かしら。もしもし。おお、全部なくなっちゃった。へん、ママ待って、やめなさい。アバ、ママは電話中なのよ。もう我慢できない、私は忙しいの。アバ、そんな風に言わなくてもいいじゃない。ごめんなさいね。そんなに怒らなくてもいいじゃない。ママなんていらないわ、自分でできるもん。見て、全然難しくないじゃない。やだ、全然うまくいかない。ダメよハニー、今行くわ。うん、このジュースは私のもの。ダメだったらやめなさい。何？どういうこと？ごめんなさいねハニー、キッチンを水浸しにさせるわけにはいかないの。でもね、こうすればいいのよ。紙コップを用意して、その上にゾウさんを描いていくわ。まずは顔、次に耳、バラ色のほっぺを塗って、次に大きな目を貼り付ける。それができたらボトルを用意して、カップに差し込む。ストローも用意して、カップとボトルに穴を開ける。そこにストローを押し込んで、これでボトルにジュースを入れられるわ。完璧、キャップをかぶせるわよ。準備万端。キャップを緩めるとジュースが流れ出す。こぼれることもないわ。うわお、これはすごいわ。とってもおしゃれな気分。うん、最高。私もやってみたい。うわ、見てよ、ほら。ほら、電話だわ。さっきは失礼。さて、どうかな。 OK、 さ、どうぞ、ピカ。いらないのか。なんだ、でも体にいいんだぞ。飛行機が来たぞ。ここで着地。マジで無理無理。なんて頑固なんだ。うん、悪くないじゃないか。食べてごらん。ほら、動かないで。ペ、なんてこった。口を開けなさい。何をしているんだ、やめろ。あっちゅー。お、とんでもないやつだな。僕が誰のせいだと思ってるの？よし、いい考えがある。見せつけてやったぞ。ん？あれは何かな？オートミールだ。もっと嫌いだ。ほら、食べてごらん。うん、嫌だ。キモい。うん、これじゃダメか。一体どうすればこの子に何か食べさせないと。ちょっと待て。よし、それだ。ここに紐をつけて、こうして帽子に取り付ける。さあ、この悪い子に食べてもらうぞ。パパは遊びに来たんじゃないんだ。わあ、ボールだ。そう、そのまま見続けて。うん、その調子。うん、おいしい。よし、やったぞ。この調子でやってみよう。そうだ、大きく開けて。もう行かなきゃ、土砂降りだ。大丈夫？寒そうだよ。僕、確かにちょっと寒いかも。まだ良くならないのか。このジュースを飲んで、ビタミン C 入りだ。あ、やばい、爆発するぞ。来るぞ、来るぞ。アクション。うわ、やられた。なんてパワフルなんだ。よし、失礼。こぼさなかったよ。でも明かりが消えちゃった。携帯をチェックしよう。お、バッテリーがもうない。今度こそ困ったぞ。そんなの問題じゃないよ。ちょっと待って、直してあげる。本当？
お、バッテリーが充電されてる。すごい、信じられない。もうちょっと。いい考えがある。待って、一人にしないで。アレックス？うん、ひらめいた。これが必要だ。そしてこれも、あとこれも、ありったけの電球が必要だ。おい、ピカ、見ろ、やるぞ。イエーイ。よし、全部並べた。ピカ、やれ、やるんだ。そうだ、よくやった。あと一つ、君のバッテリーも充電するよ。あれ、どこに行ったんだろう。おばあちゃん、iPad 探してるんだけど、見つからないの、見なかった？なに？何のこと言ってるのかわかんないわ。この新しいまな板いいわね。マジで？私の iPad じゃん、信じらんない。大丈夫、深呼吸するのよ。おばあちゃん、なんてことするの。サラダを作ってただけよ。うん、このキュウリ美味しそう。リリー、目隠しして、サプライズがあるの。誕生日おめでとう。わあ、ハニワニーだ。どうもありがとう。あ、行かなきゃ。やばい、間に合った。危ないところだった。あ、すっきりした。コーラ飲みすぎちゃったみたい。よし、終わり。ハニーと遊ぼう。忘れずに流さなきゃね、新しいベストフレンド。ハニー、やだ、ちょっと待っててね。そうだ、洗剤を使ってみよう。いろんな色を混ぜていこう。わあ、面白い。よし、次は何？そうだ、泡の洗剤も使ってみよう。いっぱい使っちゃおう。めっちゃ楽しい。こっちの泡洗剤も使ってみよう。でも何か足りないわ。わあ、ポップコーンだ。キラキラも振りかけとこうか。リリー、大丈夫？ずいぶん長いわね。見てきた方がいいわね。リリー、何やってるの？うんち触ってるの？ちゃんと流して。違うの、ママ、ハニーが取れなくなっちゃったの。うん、大丈夫よね、平気でしょ。でもひどい状態。さすがにひどいわね。直してあげるわ。心配しないで、失敗しないように気をつけなきゃ。始めるわよ。うん、どれどれ。そうね、手術をするわね。心臓が割れてる、直せないわ。大丈夫、新しいのがあるから。集めてる理由は今度教えてあげる。簡単にできるはずよ。はい、ハニー、綺麗にしてあげる。すぐに新品同様になるわ。緊張するな。終わったわ、手術成功。すごい。そうでしょ。あ、リリー、今度は私の番だわ。今はちょっと困るかも。やば、ちょっと待ってて。うん、おいしそうなお菓子がいっぱい。全部私が食べるの。あら、ダメダメ、今はお菓子食べちゃダメよ。ほら、リンゴを食べなさい、歯ごたえがあるわよ。うん、こんなのいらないわ。ダメ、キャッチ、リリー、投げちゃダメよ。うわ、すごい。じゃあね、行かなきゃ。そうはいかないわよ、たまにはいいじゃない。そうだ、いいこと考えた。これだったらうまくいくわ。何？何も持ってないけど、そこに何か隠れていたわ。何？なんで気づかなかったんだろう。すごいでしょ、使ってみない？リンゴをここに置くの？これで押さえるみたいね。アームをセットしてから、スイッチオン。うわ、見て、皮を剥き始めた。うわ、あっという間に剥けていく。細長いスパゲッティみたい。うわ、すごい。すごいじゃない。うん、いい香り。これはいらないわ。そうだ、使ってみよう。おいしいものを作っちゃおう。リンゴの皮をお鍋に入れて、水を加えよう。全体が浸るようにね。次は砂糖を加えたら、かき混ぜよう。あとは沸騰させて待つだけ。
はい、リンゴのチャツネの出来上がり。リリ、食べて。うん、おいしそう。食べてみよう。パンに塗って食べようかな。待てよ、いいこと考えた。リンゴに塗ってみよう。めっちゃおいしそう。うん、おいしい。まあいいわ。果物を食べてることだし、お菓子は隠しておこう。今こそトイレをするとき。うん、お菓子も手に入ったしね。そうだね、しばらく居座らないといけないかもだし。待って、来たかも。やったできた。あった、拭くのを忘れないように。わあ、このトイレットペーパー柔らかい。あんた、戻ってきて。あれ、ジャスミン。こんにちは、私はトイレットペーパーの妖精で。変なの。待って、やったありがとう。お渡ししたいものがあります。ぜひ使ってみて。それは何？ねえ見てよ、拭く必要がなくなった。水で綺麗になるからね。へへ、くすぐったい。これで綺麗になった。代わりにやってくれた。本当にね。このおもちゃは柔らかくて可愛い。私の親友、あなたがいるだけで幸せ。ずっと一緒だよ。なんてピクニック日和なんでしょう。うん、このチョコスプレッドは美味しそう。よだれが出てきちゃう。早く食べたいわ。美味しいものを準備してきたの。ありがとう、ママ。お腹が空いてきたよ。ほら、どうぞ。うそ、何やってるの。これにはわけが。分かってたはずなのに。それを貸しなさい。でも、でも、それ私の。人生はなんて残酷なの。大げさな言い方をやめなさい。今拭いてあげるから。ウェットティッシュを持ってきててよかった。じっとして。遅い、泣きたいだけだから。もう、なんてすばしっこいの。他に何かできることないかしら。ちょっと待って、これは何。このトイレットペーパーを使ったらうまくいくかも。試してみよう。これですぐに。あれ、この不思議な光は多分なんでもないや。呼んだかい。何が問題なんだ。ちょっと待って。ママ、今すぐ逃げるべき。特別なものをあげよう。この小さな少年をご覧あれ。ほら見て、可愛らしいでしょ。でもこれで全部じゃない。ほら、どうだい。お尻から泡が出てきた。わあ、すごい。こんな素晴らしいもの見たことない。さあ、どうぞ。本当に。君に持っててほしいんだ。ありがとう、ここからは大丈夫。早くしないと。それでは皆さん。どうだ、すごい、真の芸術家だ。私にもできるかな。後で試してみよっか。それは無理だわ。ほら、綺麗になった。おやつも忘れずにね。いいこと思いついた。ビニールテープをある程度の幅で切ったら、それを半分に折って少し隙間を空けた状態でくっつけてね。ポケット部分を作っておくのを忘れずに。完全に防ぎたいわけじゃないから気をつけて作業してね。うん、いい感じ。次にこの小さなハートのパーツを袋に入れるよ。とっても可愛い。まだこれで終わりじゃないよ。絞り出しできる容器にキラキラの溶液を入れて、ノズルを作ったポケットに差し込んで、こんな感じ。そしたら液体を注入してね。空いた隙間は指で押さえてね。じゃないと漏れちゃうから。うわー、大きくなった。とっても柔らかくて握りがいがあるわ。これでストレス解消できそうね。なんで私の人生こんななのって。何、ちょっと貸して。何これ、すごい。お母さんありがとう。見てこれ、人生捨てたもんじゃないわね。あらあら、こんにちは。みずみずしい君はオレンジさんじゃないの。食べちゃおう、早く食べたい。ってあれ、思ったより硬いな。あれ、なんでだろう。あら、どうかしたかしら。私を食べるなんて無理よ。まだまだ序の口よ、オレンジさん。他にも手はあるんだから。私はそう簡単に諦めないからね。この甘いオレンジを堪能してやるんだから。あと少し。思ったけどこれじゃうまくいかなさそう。仕切り直して。なんで剥けないの。もっと楽しくしてあげる。これでどうだ。この子今私にスプレー振りかけた。なんてことするのよ、意地悪。捕まえた。どうしたのよ。
泣かないの。心配しないで、なんとかしてあげる。まずはまな板の上にオレンジを置いて、それを半分に切ってね。ここからがいいところ。オレンジの両端を押さえて、こうするとオレンジの果肉がほぐれるの。全体的にやってね。皮を反対側から押し出して、これで果肉が食べやすくなるの。わあ、とっても新鮮な香り。さあどうぞジャスミン。すごい、こんなことできるの。しかも美味しい。我慢して待ってよかった。ありがとうママ。まだまだあるからね。すごい、お母さん最高。嬉しいわ。そうなの、お母さん最高なの。愛してるわハニー。ちょっと待って、種だ。見てこれ。どうせバカにしてるんでしょ。もちろん。ママ、あれ、どこにいるの。お腹ペコペコなんだけど。自分でどうにかするしかないか。何かあるかな。どれどれ。何もない。もうすごく残念。ん、料理対決やってみよう。たくさん料理を作るわよ。料理なら誰にも負けない。かかってきなさい。わーい、楽しい。準備はいい？まずは美味しいデザート。はい、はじめ。ふう、簡単ね。私はいつもお店で買っちゃう。何か使えるものがあるかも。ああ、ジャム、いいわね。甘くて美味しくなりそう。パイ皿も必要。生地もね。何かあった時のためにいつも持ち歩いているの。まずは生地から。お皿にのせる。こうやってね。どう？すごいでしょ。ジャムを流し込むわよ。すごく美味しそう。均等に広げるのがコツ。今のところいい感じ。その上に細長い生地を並べて、最初は横、次は縦にのせてね。格子柄になった。オーブンの中に入れるわよ。待っててね。均等になるまで焼くの。見ておかないと。簡単そうに見えるけど、私はどうしよう。そうだ、思いついた。パンを使おう。それにホイップクリーム。派手に作る必要はなし。味が一番大事だからね。上にホイップクリームを乗せて、パンを覆うの。その上にスプリンクル。色鮮やかになるわ。美味しそう。でもちょっと普通すぎる。あ、そうだ、手伝ってもらおう。ふふー、このクラブ大好き。あ、電話だ。聞こえる？もしもし。ふう、何言ってるのかわからない。一体何？ブンブン。ふう、呼んだかい。ごめんね、お願いがあるの。これどうにかならない？それはなんだ。でも大丈夫、僕に任せて。それ。え、何が起こってるの。うわ、すごい、完璧ね。どうもありがとう。パイができた。すごくいい匂い。あれはユニコーン。薬飲み忘れたかしら。おい、ジロジロ見るな。本物だ。うわ、ダメ。なんてこと。パイがダメになっちゃった。時間だ、もう行かないと。信じられない、ユニコーンのせいよ。どうにか救えないかな。頑張ったのにリジーに食べさせられない。あら、残念ね。ちょっとかわいそう。そうだ、はい、これ。何してるの。優しいのね、ありがとう。素晴らしいケーキだわ。ハッピーエンドって大好き。今回は二人とも勝ち。本当に？わお、やったわね。準備 OK。 次のお題はピザ。ピザね。ちょっと難しそう。材料用意しないと。必要なものは揃ってる。どれどれ。ああ、生地は絶対に必要ね。しっかり広げないと。綿棒持っててよかった。サイズも OK。 大変だな。
目が少し重たい。あ、さて次は。ああソース、ピザのベースはトマトがぴったり。ケチャップを使うわ。簡単だし直接乗せられる。うわ、昨日のパーティー行かなければよかった。眠たい。ああ早く作り終わらせないと。寝るのはまた後で。次はトッピング。チーズはあった。上にかけてお昼寝が楽しみ。どのトッピングも斬新ね。ちゃんと見てる？静かに静かに。少しだけ目を休ませよう。はあ？ねえ起きて。おーい起きる時間だよ。目を開けて。ダメだ、全く動じない。ふう、まるで眠れる森の美女ね。私はピザを作らなきゃ。すごく大変そう。ああこれを使おう。出来合いのものを使っちゃいけないなんて言われてないし、トッピングを乗せて焼くだけ。ナイスアイディア。寝ちゃったみたい。ああチャレンジ、目の前がぼやけてる。あれメガネはまたなくしちゃったかしら。どこか近くにあるはず。ピザ完成。すごく美味しそう。リジーも喜ぶはず。大丈夫？目が見えないの。まったくもう。はいこれでしょ。助かったわ。見えるようになった。ピザが。私は警告したわ。リジーできたわよ。ああオーブンにすらまだ入れてない。鼻くそ。何？判定の時間ね。おばあちゃんの何？食べたくない。ごめんね寝ちゃって。ママのは？おいしそう。ママの勝ち。やっぱり。絵描けたよ。今度はクッキー。何から始めればいい？こうやってああやって。答えは近い。ひらめいた。注文しないと。わお早い。ありがとう。始めるわよ。盛り付け方が大切なの。じゃじゃん。どう？嘘でしょ。何？どうしたの？まだ終わってないわ。ちょっと食べてみよう。おいしい。すごくおいしい。いいこと考えた。クッキーとクリームを離すの。別のクッキーも同じようにね。重ねたらクッキーもクリームも2倍になる。もしかしてあれできる？巨大なクッキーを作るわよ。クリームを重ね続けるだけ。どれくらい高くなるかな。ゆっくり崩れないように。一番上はもちろんクッキー。わお建物みたい。普通ね。頑張ったけど私も負けないわ。絶対に。カバンを取り出さなきゃ。こんなのあったっけ。筋トレしなきゃ。おお、あらかわいい子。どれもダメ。何の音？何かの上に座ってる？いつの間にか。でもこれ使える。潰れたクッキーをボウルの中に入れてピーナッツバターを加えるの。次は生クリーム。少しで十分。いい感じ。ペーストになるまで混ぜたら丸めてね。金網台の上に並べて溶かしたチョコレートをかけるの。間違いなく美味しい。チョコレートが固まる前にスプリンクルも乗せる。甘くて濃厚で美味しいはず。完成。確かに美味しそう。でもこれに勝てるわけないわ。リジどう？あ、そうだった。なるほど、おばあちゃんの素敵ね。ありがとう。ママは？リジ、どっちの勝ちだと思う？わお、間違いなくママ。嘘でしょ。なんで？次のチャレンジはこれ。完璧なパイ、美味しく作ってね。あら、これチャレンジじゃないの？また自慢してる。材料を選びに行かないと。息抜きも必要。バイバイ。
え、お店に行くの？あ、私はスマホ。どれどれ、違う。あ、これ、あとは待つだけ。今日はたくさん稼いでるわね。中身を見てみよう。あった、こうやって重ねるの。うん、簡単。まだ終わりじゃないわよ。仕上げにチョコレートソース。私って芸術的。それちょうだい。はあ、やっとついた。全部あるかしら。お、何もないわよ。あら、そう。私もいくつか切り札を持っているの。まずは梨から。フライパンが必要ね。よく見てて。生地に切れ込みを入れたら、梨を上に並べるの。生地を折りたたんだら、端っこにひだを作る。金茶になるまで火を通すわ。チョコレートソースも忘れないようにね。パイにぴったりなの。完成。どう思う？私はこっちの方がいい。はい、リジ、どっちが好き？うん、美味しそう。私のは？わあ、すごい。おばあちゃんの勝ち。やっぱり私ね。これが最後。美味しいサンドイッチを作ってね。あら、ステーキ作れるわ。ここに新鮮な材料が揃ってるの。うん、ほら見て、早く作らないと。でも何から。待って、あの、そのパンもらっていい？え、これ、いいわよ。ソーセージも欲しいわ。チーズも、もちろん。うん、残ったのこれだけ。一体どうやって作ればいいの。優しくするんじゃなかった。はあ、うん、そうだ、いいこと思いついた。クッキングシートの上にチーズを並べて、オーブンの中に入れるの。チーズが溶けるまで待ってね。うん、泡がすごい。取り出してオッケー。冷めたらハムと緑色の葉っぱを加えて、トマトや玉ねぎも乗せるの。丁寧に巻いてね、ブリトーのように。そして半分に切る。うん、美味しそう。リジーの絵に似てると思わない？喜んでもらえるかな。嘘でしょ。私も早くしなくちゃ。あ、そうだ、パンの上にチーズを乗せたら、ソーセージも置いて、パンをこうやって巻くの。串でしっかり固定したら、こうやって小さく切ってね。次は卵に入れて、しっかり浸すの。パン粉もつけたら、油の中で揚げる。パン粉が金色になるまでね。ソースとハーブを添えたら完成。ずっとやってみたかったの。あら、頑張って。それだけ。リージー、できたわよ。退屈だな。うん、ママ、いい匂い。早く食べてみたい。でも、でも、これは？うわぁ、すごい。おばあちゃんの勝ち。ヘイ、サニー。クールなもの見たくないかい？あら、パパ、もちろんよ。ほら、これだ。綺麗だろ？一体どうやってるの？すごいショーだわ。実はこれを使ったんだ。あ、私もやりたい。ちょうだいちょうだい。いいかい？泡が出てくるぞ。すごい、こんなの見たことない。パンパンパン。わあ、止まらない。バブルを捕まえてごらん、ハニー。うわ、綺麗ね。さあ、どうぞ試してごらん。やだ、責任重大ね。どんどん出てくる。永遠に遊べるわ。どういう仕組みなのかしら。待って、お尻から出ているじゃない。なんでクレイジーなの。私にもできるわ。見たい？え、いや、ダメだ。やめなさい、サニー。もう遅いわ。だから言ったのに。ま、僕らじゃ無理だよ。この男の子に任せるのが良さそうね。これなら臭くないでしょ。全くその通りだ。ママ、僕の絵を見て。ダメ、僕のを見て。わお、あなたたち天才ね。
素晴らしいアーティストが2人も。ブラボー、傑作だわ。見せてちょうだい。ありがとね。わあ、こんなすごい絵初めてよ。壁に飾らなくっちゃ。毎日眺めたいもの。ママを驚かせようぜ。いい考えだ。きっと気に入るぞ。これは最高の出来栄えだ。どんどん描くぞ。次はどうする？テーブルだ。よし、やっちゃうぞ。ただいま。これは何？いや、ママ。私の家が、もう、めちゃくちゃじゃない。何してくれたの？ああ！どうした？ああ！なんてこと。信じられない。そうだわ。このラップを使えばいいのよ。これで全部解決よ。早速取り掛からなくちゃ。面という面にラップを敷いて、これがバリアの役割を果たすの。壁にも貼っていくわ。さあ、何にでも書いていいわよ。これ罠なのかな。あ、まあいっか。とっても楽しい。僕の青の時代アートだ。うふー。ちょっと失礼。ん？何か聞こえたような。気のせいかな。最高の日だ。終わってほしくない。ママ見て。素晴らしいわ、ハーニー。うん、部屋の飾りはもういらないわね。なあ、だいぶ雰囲気が変わったな。気に入ったよ。ママありがとう。どういたしまして。最高のママだよ。もっと絵の具ちょうだい。面白いわ。コーヒーを飲みながら雑誌を読むのは本当に最高。うん、静かだわ。やっはー。パジャマがびしょ濡れだわ。ママ何やってるな。服が濡れてるけどコーヒーこぼしちゃったな。こんな。じゃあまたね。深呼吸するのよ。そうなの？みんなも？うお！びっくりした？え？またもや、まったく！どこに行ったのかしら？寝る前のコーラは最高だわ。どういうこと？何かしら？こっちに向かってる。いや、やめて、隠れなきゃ。ここだったら見つからないはず。はあ、助かった。やっと冷たいコーラを味わえるわね。みっけ、楽しい。ママ、なんでこんなことに。コーラが飲みたいだけなのに。ママ？ママ、大丈夫？あ、そうか。大丈夫よ。手伝ってあげるね。風船とハサミを用意して、上と下の部分を切るの。風船をコップにかぶせれば、こぼれ防止の完成。ああ、すっきりした。そこから動かないでね。ママ、これ飲んで。本当に？気に入ると思うよ。ママ大好き。ダメよ、揺らしたら。あ、こぼれない。ああ、どうもありがとう。おはよう。はい、朝食よ。おいしいオートミール。あんなの食べたくない。逃げなきゃ。はい、食べてね。どこに行ったの？早く、オートミールが冷えちゃうわよ。やめなさい。捕まれないようで。こっちだよ、後ろ。いい加減にして。これを着なさい。 T シャツ動けない。やばい。ちょうどいいわ。はい、あーん。
もぐもぐしてね。いい子ね。前からこの方法を使えばよかったわ。ピカピカ、うふう、ピカピカピカ。よし、頭を働かせる食べ物が必要だ。どこだっけ。お、いいね、完璧。これも良さそう。砂糖で回復。ピカ、おやつタイム。うん、うまい。あ、君も欲しい。いい。こら、し、先生だ。先生、あいつが。イエイ、一つちょうだい。ピカピカ。腹が減ってるんだろ。え、どうしたの。ピカ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 。わお、なんてこった。残念。うん、おい、そこ静かにしろ。集中しなさい。やべ、失礼しました。ほら、しっかり見て。そうだ、これを食べてみて。ん、ピカ。ダメだよ、全く言うことを聞かないな。ごめんなさい。食べ物は禁止、勉強に戻れ。なんだよ。ま、ロリポップがあるけど気分は上々。わあ、どこで手に入れたの。わあ、ありがとう。わあ、ピンクだ。あ、落としちゃった。もうやだ。ピカ。おい、何を、一体何をしたんだ。なんてことだ。ピカ。待って、チョコだよ。これで助かる。ほら、聞いて。このケースはロリポップを守るために使うんだ。よし、もっと楽しくしちゃおう。じゃーん、完璧だ。イエーイ。それ、僕？違う。あー、大丈夫だ、ピカ。バッチリ守られてる。ピカピカ。わ、やった。ありがとう。中は綺麗でいい感じ。おー、またね、先生。え、じゃあ、授業は終了。これからすごいものを作ってみせるよ。おばあちゃんがトイレ流しといてくれてよかった。特別なレシピを考案したんだ。材料は全部準備してある。うわ、この色を見て。これが最後だ。でもまだ終わってないよ。クリームは必須だからね。足りるといいんだけど。トイレをクリームで覆いたいからね。今までのと比べても最高の出来になりそうだよ。生きてるって実感するな。次のトッピングだ。これなしには語れないからね。うわ、めちゃくちゃいい感じ。よだれが出てきた。もう待てないよ。ちょっと飲んでみよっと。ああ、お腹痛いわ。ジェイク、そこで何してるの。うわ、見つかっちゃった。そのストロー置きなさい、今すぐに。またかよジェイク、前回何が起こったか忘れたの。本当がっかりだよ。こうするしかなさそうね。やめて。待って、何かおかしくない。何が起こってるんだ。なんだか嫌な予感がする。ここはどこかしら。わからない。うわ、これはいいね。料理対決の時間だよ。これは何。私もわからないね。スペルが難しいな。まあいいか、美味しいピザを作って。この中に何が入っているのか見てみよう。これは一体。おばあちゃん大丈夫。あら、これはピザ生地だわ。ちょっと待って、これだけしかないの。おっと、その目つきはまさか。手を離すんだばあさん。私のだよ、言うこと聞きなさい。手を離すんだ。やれるもんならやってみなさい。やめてよ、ママに言ってやる。私がママを怖がるとでも。うわー、そんなことしたらダメ。キャッチして。それもこれも全部あなたのせいよ。でもまだ使えますからね。それはさせない。なんでこんなことしたのよ。焦ったんだって。こんなんで諦めないわ。貸しなさい。足を洗いなさいと言っておいたでしょ。でもそのおかげで生地にチーズ風味がついたでしょ。これをホットプレートで焼くよ。温度を上げてね。いい感じにパリッとさせたいの。なかなかいい感じでしょ。
さて僕はどうしようかな。うん、わかった。裏切らないチョコレートにしよう。ピザは生地から作らなきゃいけないなんてルールないからね。甘いピザを作るんだ。それにはまずチョコレートを溶かすよ。ドライヤーを使ってね。それいつも持ち歩いてるの？もちろん。僕の髪がいつも整っているのはなんでだと思う？おっと、焦がさないようにね。裏返すよ。いい感じだわ。トマトの代わりにクリームを使うわよ。可愛くできるアイディアがあるの。スマイルマークを描いて。わあ、なんて幸せそうな足だこと。次にトッピングを乗せるわよ。カラフルにするの。私のことはトッピングさんとでも呼んでちょうだい。うん、食べるのがもったいないわ。ん？リアム？見ての通りだよ。チョコレートを薄く伸ばしてるんだ。それから固まるのを待つ。わお、生地ができた。ちょっとやってみたいことがあったんだよね。魔法学校にずっと行きたかったから。ピザトッピング。お、本当にうまくいった。呪文を作って唱えてみただけなんだけど。何よそれ。少なくとも私の愛情がこもってるからね。おばあちゃん、何かそれ臭いよ。チョコレートピザ。僕のことよくわかってるね、リアム。勝者はどっちかな。リアムに決めた。おし、今の聞いた？すごいわ。うわ、なんて美しいんだ。誰と話してるんだ？プリプリのエビが入った美味しそうなパスタ。ああ、わかった。あの子はパスタが大好きだからね。よし、がっかりさせないように。おばあちゃんの料理ほど美味しいものはないからね。麺をフライパンに入れるよ。ああ、料理してると落ち着くわ。おばあちゃんのは見るからに美味しそうだ。どうしたらおばあちゃんのに勝てるかな？考えるんだ。ちょっと待てよ。あった。このガムが使えるな。試す価値はありそう。これならうまくいくかも。見た目もパスタっぽいしね。うまくいきそうな予感がするよ。お皿に盛るよ。パスタみたいな見た目にしてね。あとはソースが必要だ。実はちょうどいいものを持ってるんだ。このチョコレートシロップを使うよ。ジェイクは本当に甘いものが好きなんだ。歯医者が嫌がるやつ。次はどうしようかな。あ、グミはどうかな。甘くて歯ごたえがあるからね。風味が増しそう。これはグルメが食べるやつだな。おばあちゃん、これ見て。おっと、これはまた創造的だね。私の方はまだ終わってないよ。チーズを加えるよ。これを切る時間よ。先生に言われたことを思い出して。あひゃー、この手は武器だ。善のためだけに使われなければならない。チーズを刻むのにもね。うわー、すげー。まるで忍者みたいだった。痛い。たくさん訓練しないとなのよ。僕は数学に専念するよ。とにかく私はパスタを仕上げるわよ。チーズをすくっていって、それをスプーンで細かくしていく。ほら、いい感じでしょ。イメージ通りの出来だわ。これをお皿に盛って、チーズの塊にぽっかり穴が開いたわね。麺の方はどうかしら。そろそろ良さそうね。さあ、お楽しみはここからよ。チーズの穴に麺を入れて。これでいい器になった。それからチーズを上から振りかけて。わお、それはかなり賢いって。一体。下がってて、熱くなるわよ。チーズを溶かしたいの？これは私好みの料理ね。チーズがトロトロと伸びて味もよしと。こんなもんでしょ。ちょっとこれ持ってて。どんな感じになった？確認してみましょう。わお、見てこれ。これを食べたがる特別な子といえばあなたよね、ジェイク。うわー、食べたい。待って、僕の作ったやつまだ見てないでしょ。お菓子のオンパレードだよ。二人ともいい感じ。でもリアムが今回も勝利。おばあちゃんごめんね。2連勝。うわーい。まあ、私もやるだけやったわ。うわ、このフライドポテトまずいよ。なんとかしてもらえない？本気なのかしら。わかった、任せて。ちょっと待っててね。もしもし、注文お願いしたいんですが、美味しいフライドポテトをお願いします。待って、二つ頼んで。ちょっと待ってください。2つください。かしこまりました。いや待って、もっとがいい。10個にして。え、冗談でしょ。いくつ欲しいって？10個？うわ、いや、もらえるだけ全部ちょうだい。それは無理だよ。本気なの？分かったよ、特大の量でお願いします。かなりの量になりますけど。大丈夫です、とにかくたくさんください。かしこまりました。これは高くつきそうだ。え、そんなはずはない。こんなすぐできたの？うわ、これはでかい。これ幻じゃないよね。ほらジェイク、欲しかったフライドポテトだよ。うお、これは美しい。私はどうしたらいいんでしょ。これは難しいわね。ちょっと待って、これだわ。そのリンゴを取ってくれるかい？え、これが欲しいの？いいよ、受け取って。ほら、ありがとう。
これをどうしましょうかね。ああ、わかった。スプーンが必要ね。リンゴを丸く切り取るわよ。それから芯をすくうの。こんな感じね。蓋は一旦横に置いといて。これこれ。でもこの穴を埋める何かが必要ね。もう一個のリンゴの皮を剥きましょう。これあっという間ね。さてこれをフライドポテトにしますよ。こりゃまた簡単。これをリンゴに詰めていくのよ。サクサクで美味しそうね。アップルフライにしたいの。それからロゴを彫ったら出来上がり。見てごらんジェイク。わお、それすごい。どうしようかな。どっちにしたらいいのかわからないよ。迷うことじゃないだろう。そうよ、私を選んで。わかった、行くよ。リアムだ。本物のフライドポテトを持ってるからね。やった、僕最高。さあ食べよう。なんてもったいないこと。何してるんでしょうね。うわ、僕はなんて絵の才能があるんだ。僕たちがここにいることを忘れちゃったのかな。できた。あとはこれを追って。きっと気に入るよ。僕を信じてね。マジックの練習はしてきたから。これを布で覆ったらチチンプイプイで消えた。あの子は魔法使いだよ。いや、そんなのありえないよ。ありがとう、観客が素晴らしいね。ねねリアム、ポケットを確認してみて。何？なんで？待って、何か入ってる。そんなのありえないよ。嘘だ、そんなはずはない。わー、ワクワクしてきたわ。どうやったのか教えてよ。開けてみて。ハンバーガーだ、どういう意味だろう。何か隠れた意味があるはずだ。わかったわ、早速料理した方が良さそう。まずは材料を準備して。これで全部のはず。まずはチーズからね。もう切ってあるからね。ベーキングトレイに敷いていくわよ。6枚で十分そうだわ。それからバンズを上に乗せる。これで全部ね。ここでリアムのドライヤーが必要ね。これで熱くなるはず。すごいことになってる。ついにおかしくなっちゃったのかな。聞こえてるわよ、自分のしていることぐらいわかってる。そうしたらまな板をトレイの上に置いて、そのままひっくり返してね。チーズが溶けている。さてトッピングを足していきますよ。このハンバーガー、お肉がとってもジューシーね。トマトスライスを乗っけて、上からケチャップをかける。このマスタードがアクセントになるのよ。さて反対側のバンズを折り返したらできたわ、おばあちゃんのハンバーガー。どうかしら。まあまあかな、でも僕ならこれに勝てる。見て、まずはこのシンプルなバンズだけど、これを特別なものに変えてみせよう。では僕のマジックをお見せしよう。この不思議な布でバンズを覆う。そうしたらここからは集中力が大事。それをどうするつもりなの。ねえちょっと集中させて。何かが起こってるよ。感じる。これで準備できたと思う。さあ見て。うわーすごい、どうやったの。まだ終わりじゃないよ、美味しいクッキーがあるんだ。これをバンズに乗せる。うん、いい感じだ。もっと甘いの入れる。どっちが好き。そっち。素晴らしいチョイスだ。クッキーの上に乗せてくよ。これはトマトを使わないハンバーガーだよ。次マシュマロかポテチなら。あっち。マシュマロ、いいね。君はとってもセンスがいいよ。これで十分かな。でもまだあるよ、チョコレートを削って乗せるのはどう。こうすることで風味がぐっと引き立つんだ。ダイエット中でないことを祈るよ。これぐらいで十分かな。何かまだ足りない気がする。あ、だよね、ソースが必要だ。これは退屈で典型的なケチャップとは違う、チョコレートだよ。見た目が素晴らしいね。最後にバンズを乗せる。僕の傑作完成だよ。見てるだけで歯が痛くなりそうだわ。わお、それもすごいいい出来だね。どっちも食べたいな。おばあちゃんは昔ながらのハンバーガー、リアムは創意工夫を凝らしている。二人とも勝利だ。私勝ったの。おばあちゃんおめでとう。うわー落ち着いて。一体何を着ればいいの。少しキラキラさせれば間違いないわ。ママ大丈夫。こっちの方がいいかも。もっとシンプルにするべき。これじゃないわね。あら、ママがおめかししてる。私もやりたい。これ素敵じゃない。あらハニー、とっても綺麗よ。モデルになった気分。見て、すごくシックでしょ。よく働き、よく遊ぶ。ぴったりよハニー。うわー楽しかった。ほら、あれはメイク道具。あれを使えば完成するわ。早く友達に見せなくっちゃ。アバ、どこに行ったの。
結構難しいわね。リップも必要だし。私綺麗。子供ってどんどん成長していくわね。そこで待ってて。これじゃダメよ。ピエロにはなりたくないでしょ。何するのよ。ママ、すっぴんなんて好きじゃない。ごめんなさい。でも化粧品を無駄にしちゃダメよ。もっといい方法があるはず。これが使えそう。クリエイティブになる時よ。このクリアシートに切れ目を入れて。アバ、これを口に当ててみて。わかったわ。変なの。きっと気に入るわ。このリップで口元をなぞって。この色とっても似合っているわ。早く見たい。よし、できた。本当に似合ってる？こっちはどう？これだわ。私の肌を引き立ててくれる。シートを唇に押し当てれば。わお、すごく簡単。私もこうすればよかったのかも。ねえ、どうかしら。最高よ。今度の女子会とっても楽しみ。久しぶりだもの。痛い、痛いわ。汚れた靴下が降ってきた。やだ、気持ち悪い。たくさん落ちてる。一体どうなってるの。調べないと。ダメ、これじゃない。アバ、どうして靴下が散らばってるの。ピンクの靴下が一枚しかないの。見て、裸足よ。なるほど、そういうことね。ちょっと見せて。ここにあるはず。見つからない。これでもいいんじゃない。本気で言ってるの。じゃあこっちはどう。絶対や。これならピンクよ。待って、ひょっとしてゴミ箱に入れるべきね。ごめんなさい、やっぱりピンクの靴下は見つからないわ。とっても不思議ね。待って、試してみたいことがあるの。これ以上靴下がなくならないようにする方法よ。洗濯バサミと針金ハンガーがあれば OK。 ここでハンガーをカットして、それから洗濯バサミで留める。ハンガーの下の部分に差し込んで、素敵にカラーコーディネートしてね。それから切った部分をテープで固定する。まあこれはいいわ。見てごらん、アバ。ハンガー掛けに戻すわよ。ほら、靴下を貸して。こうして洗濯バサミで留めていく。それは面白そうね。ほら、ここにもあった。オッケー、ここに吊るすわよ。さあ、残りもやってね。これでバラバラにならないわ。つまりもうなくさないってこと。わお、これこそ私に必要なものね。いいアイデアでしょ。素晴らしいわ、ママ。でもやっぱりピンクの靴下がないの。ああ、忘れてた。申し訳ないけどもうないわ。諦めるしかないのよ。おお、私の美しい家族たち。靴下の緊急事態なの。ただの靴下だろ。パパは分かっていない。ちょっと待って、あなたが着てるそれ。私の靴下。早く気づけばよかった。全然似合ってないわ、パパ。急いで、ママ。ポップコーン持ってきたわよ。よし、準備できたわ。わお、初めて見るわ。このチャンネル大好き。あら、ママ、おかわり。あ、いいわ、取ってくるわね。わお、甘くて美味しいポップコーン。まだダメよ。私が戻ってくるまで待ってて。早くしてね。見てよこれ、私を呼んでるみたい。ダメ、我慢しなくちゃ。でもとても魅力的。そうよ、一つだけなら大丈夫よ。待ちきれないわ。何がダメだっていうの。そうそう、もっともっと。これは最高のポップコーンだわ。ママ。アーバー。違うのよ、誤解しないで。一体どうして。ああ、ママ。わお、なんてこと。急いで綺麗にしなくちゃ。ママには見せられない。こんなにたくさん。でもこれでよし。ああ、ポップコーンが散らかりすぎてる。このクズを取り除く時間はないわ。ママすごく怒るだろうな。でもこれを使えばいいかも。ストローと蓋を外して、掃除機のホースを取り付ける。ストローならソファーの隙間に入れるわ。その調子。クズがどんどん吸い込まれていく。できた。そしてちょうどママが戻ってくる。クールに振る舞って。何もなかったわ。ソーダを持ってきたわよ。何か忘れてたような。あら、ポップコーンはどこ。たっぷり入っていたはずよ。なんて奇妙なの。アバ。ああ、こうなるとは思わなかった。おいしそう。おいえ、いい感じ。筋肉もりもりだ。貸して。すっごい力でしょう。私のお玉が、なんでこんなこと。やめて、頭がクラクラする。
する。イエイ、この筋肉を見て。卵を借りるよ。よく見てて。それ使うのにダメじゃない。全然効かないよ。栄養取らなきゃ。はあ、何やってるの。あの手を使っちゃおう。まだやってんの。まだまだこれからよ。あれ、ここはどこだ。フードチャレンジへようこそ。わあ、すごくカラフル。最初のチャレンジはこれから新鮮で爽やかな飲み物を作って。そんなの簡単だよ。チャレンジじゃなかったのか。炭酸飲料を入れて混ぜてっと。綺麗な色だろ。次はお菓子の出番。これでシュワシュワになるぞ。泡が吹き出してきた。これ大好きなんだ。飾りにぴったり。うわ、美味しそう。最高。力が湧いてきたぞ。元気になっちゃった。あー、リアム、気をつけてよ。この部屋破壊でもするつもり。リアム、ママに言うわよ。まだチェリーが残ってた。待った、私にちょうだい。おいしい。あー、腰が。無理しすぎたわ。いいこと思いついた。ウサギのグミを真空パックに入れてから空気を抜いていくの。便利な機械があってよかった。これでバッチリ。次は沸騰させたお湯に入れて溶けるのを待つだけ。これでよし。角を切ってコップの中に入れるの。でも全部は入れないで。固まったら牛乳を入れるわよ。グミを砕くためにストローを使うわね。おいしそうでしょ。飲んでみましょう。おいしい。うまくいったわ。絶対に気に入るわよ。もう一杯作っておいたよ。判定が難しいな。引き分け。やったー。やったぜ。ああ、手が痛い。次はみんなが大好きなピザの番。私もピザ大好き。よし、始めるか。生地を作らなきゃ。これで十分だろ。めっちゃ楽しい。次は卵の番。割れろ。めっちゃ硬いな、これ。スーパーチキンの卵かも。いいこと考えたぞ。もう一つの卵で叩けば簡単に割れる。よし、うまくいった。すっげえ筋肉だろ。見とれそうだ。生地ができてきた。うわ、ベトベトしてる。ほら、どいて。やり方を教えてあげる。よくこねてっと。うわ、やりすぎだって。やめてよ。じゃーん。ああ、待って、まだやることがあるの。耳を切ってからお皿に盛り付けるの。上からチーズを振りかけて溶かしたらピザナチョスの完成。おいしそうでしょ。何それ、すっげえ。チート最高。そうだ、これを借りちゃおう。これでうまくいくぞ。助かったよ。食べてたのに。でもいいわ、マシュマロがあるから。ワッフルメーカーに乗せてハラペーニョを乗せたら最後にチーズを振りかけるんだ。よだれが出てきちゃった。蓋をしよう。おいしそうだろ。ピザといえばトマトソース。全体的にかけてっと。よし、うまくいったぞ。じゃーん、完成。ああ、おいしそう。おばあちゃんは無視しといて。今回はリアムの勝ち。信じられない。よくわかってんな。ほら、持ち上げて。次のチャレンジはこれ。お寿司ね。どれどれ。これならできそう。簡単だわ。レタスにお米を乗せてからきゅうりを乗せて巻いていこう。しっかりきつく巻かなきゃ。初めてのお寿司ができた。食べてみましょう。美味しくない。他にも何か加えなきゃ。お米を使っちゃおう。料理してたら腹が減ってきた。ちゃんと栄養を取らなきゃ。ああ、これを探してたの。料理を始めよう。
パンケーキミックスを乗せて火を通したら裏返しにしましょう。うまくいったわ。俺にもやらせて。いくぞ。そのうちに戻ってくるから大丈夫だよ。ほらね、パンケーキ返して。失敗しちゃった。チョコレートスプレッドを塗って、うん、おいしそう。全体的に塗ってからバナナを乗せたら上手に巻いて、あとは食べやすいサイズに切るだけ。同じ大きさに切るのよ。これでよし。よし、出来上がり。甘いお寿司よ。絶対に美味しいはず。え、めっちゃ美味しそう。この米を使うか。まずは海苔を切る。少し切るだけで大丈夫。次は左下にマスタードを塗ってっと。味付けはこれでよし。左上に米を乗せて、右上には魚を乗せよう。サーモンを使うんだ。最後はアボカド。よし、畳んでみるか。どんどん折ったら畳み寿司の完成。めっちゃ美味しそう。ティーナも食べる？はあ、もうできたの？うん、遠慮しとく。ごめん。おばあちゃんのは？はあ、バナナとチョコだ。美味しそうな組み合わせ。今回はもちろんおばあちゃんの勝ち。え、寿司って言っただろ。負け惜しみ言わないな。いただいちゃおう。ずるいよ。チョコレート大好き、チョコレート大好き。待ちなさい。朝ごはんにチョコはダメ。やだ、気持ち悪い。そんなの食べたくない。グミ食べる？おいしいよ。何してるの？あげないで。欲しくない。ほら、お菓子食べたいって。全部嫌い。どれがいい？どっちも嫌。どっか行って。え、なに？チャレンジみたいね。負けないわ。やった、チョコレート美味しそう。チョコ私が先ね。年功序列よ。ありがとう。どれどれ、ヘーゼルナッツスプレッド美味しそう。開けて味見をしてみましょう。スプーンを持ってきてよかった。どうかな、うん、おいしい。もう一口。最高。おばあちゃんいいな。僕は何だろう、チョコレートのバーだ。これは、うん、違う。そうだ、いや、本当においしい。あ、全部食べちゃった。あれま、もうないなんて。どうもありがとう。ちょうど欲しかったな。そうだ、いいこと考えた。中に入れてみよう。よし、牛乳が全部入った。蓋をしてシェイクシェイク。ノリに乗ってきたわ。ついでに筋肉も鍛えて。中はどうなってるかな。仕上げにホイップクリーム。おいしそう。たっぷり乗せて甘くしちゃえ。できた、完璧。ああ、スプリンクルもホイップクリームの上に乗せてみよう。かけすぎないようにね。え、なんだって？お昼寝の時間。いいこと考えちゃった。まずはドライヤーを使ってチョコを溶かす。へへへ、柔らかい。次はハサミ。端っこを切ったら溶けたチョコレートを絞り出す。見てよ、おいしそう。あと少し。どう見てもうんちだよね。取り替えよう。これで準備 OK だ。おばあちゃん、おいしそう。ストローあるの。わーい、最高。お兄ちゃんありがとう。お兄ちゃん、どういうこと？私が作ったのに。やだ、これは何？うんち？でもチョコレートの匂いがする。チョコレートだ、おいしい。どっちも勝ち。あらあら、よかった。
次はポテチ。パリパリで美味しいの。ナイスチョイス。ワクワクする。何が入ってるかな。なるほど、トルティーヤ。これは使える。トレーの上に乗せたら油の出番。トルティーヤにしっかりかけたら今度は味付け。黒胡椒がいいかな。よし、あとはオーブンに入れるだけ。ふう、何してんの。ああ、編み物に気を取られちゃった。開けてみるわね。あら、じゃがいも、素敵。ポテチ作るわよ。それ、薄く切るのがコツ。できた、トースターに入れましょう。あとは待つだけ。ん？何の匂い？煙？本当だ。ああ、僕のトルティーヤ、見てきなさい。私のポテトはまだかな。ああ、できた。キャッチしなきゃ。ふう。ああ、熱、はい、あげる。あ、いた、おばあちゃん、熱いよ。口に入れよう。おいしい。おばあちゃん、ありがとう。気に入ってもらえてよかった。ああ、トルティーヤが焦げちゃった。うわ、おばあちゃんの勝ち。変な匂いがする。次は卵。卵っておいしいの。おばあちゃん、今度は僕からでもいい？中身はもちろん卵。フライパン借りてもいい？もちろんここにあるわよ。ありがとう。でもどうしよう。卵が3つにおばあちゃんのフライパン。何が作れるかな。じっくり考えてね。私は何かな。あら、私も卵が3つ。そうだ、まずはポットでお湯を沸かしましょう。全然思いつかない。よし、あとは時計。金槌もね。金槌で時計を壊すの。バネが出てきた。サイズもいい感じ。よし、バネはゆで卵にぴったり。卵に押し付けて切ってみましょう。半分になった。さらに半分にしたら完成。素敵な形でしょ。パプリカとゴマをのせたら出来上がり。でも残ったら。思いついた。このまま入れちゃえ。全部ね。次は辛いソースを使う。このまま飲んで。辛い。熱かった。でも火が通った。まったく、まあいいか。卵だ、大好物なの。食べてみよう。おいしい。やった。こっちも食べてみよう。いただきます。おいしい。でも待って、いったん殻が入ってる。またおばあちゃんの勝ちね。今度はシャボン玉。おばあちゃん見て、あれは何。今のうちに開けちゃえ。これはシャボン玉と関係あるの。熱々のお茶、ストローで飲むと美味しい。お茶大好き。いいこと考えちゃって。もう一度ドライヤー。お菓子を溶かしちゃえ。ああ満足。私も開けてみなきゃ。これは風船ガムね。たまに食べると美味しい。風船作れるかな。ダメね、もっとたくさん食べないと。もう一度。漏れちゃった。でも楽しい。もっとたくさんいくよ。大きい風船作れるかな。うぇー、楽しいね。浮いちゃった。おばあちゃんどこに行くの。飛んで行っちゃった。おばあちゃんバイバイ。お菓子が溶けたから今度はストローを使って中に入れる。ストローにつく程度で OK。 あとは拭くだけ。よし、大成功。すごい。しかもこのシャボン玉は食べられるんだ。びっくりした。一体何が起こったの。おばあちゃん大丈夫。ちょっと怖かったわ。シャボン玉の時間だ。あれ、どこ。ここにあるよ。ストローね。
拭いてみよう。わあ、できた。すごい楽しい。しかも食べられる。おいしい。お兄ちゃんの勝ち。やっと、ついに。おばあちゃんの勝ち。負けるなんて残念。喜んでもらえてよかった。おばあちゃんおめでとう。いい子ね。いいショットだサニー。いいかい、優しくそっと。そうだ、ホールインワンだ。シャラッラララ。わあ、お客さんがいっぱい。ソロタイムだ。ノックオン。よし、釣れるかな。ストップ、食いついたぞ。リールを巻いて。わあ、すごい引きよ。アニゴッコだ、逃げろ。捕まえてごらん。すっかり体力が落ちてるな。はあ、こっちに来い。ちょっと一休み、もう若くないな。もう終わり？まあいいわ。これをつけてパパ。ビューンビューン。僕は見てるだけでいいよ。ねえちょっと、なんで座ってるの？パパ動いてよ。待ってくれサニー。もうパパ。よし、これで気を散らせよう。ん？これは何？わあ面白そう。ここに置いてっと。セッティングしていくわ。ペンは全部必要ね。お絵描きするの。でもモデルが必要ね。うん、これが良さそう。ディスクを入れて好きな絵が出るまで回していくの。違う、ダメ。これでもない。別のディスクにするわ。どんな絵が出るかしら。わあ、すごい。とっても可愛い動物たち。うん、これがいい。明かりを消して絵のラインをなぞるだけ。とっても簡単よ。きっと素敵になるわ。模様はまだ塗らないで。さあ、模様を描いて線の内側を埋めるだけ。最後にアウトラインを引いて。とってもキュートね。できた、完成よ。パーフェクト。パパ、ねえ見て。もうパパ起きて。まあいっか、睡眠は美容にもいいし。次は何を描こう。わあ、そうだわ。これは難しそう。なんで面白い本だろう。ハニー、子供たちが遊んでいるよ。あら、いい子にしてた。楽しいゲームをしましょう。その名もお掃除。とっても楽しいんだから。どこが面白いんだよ。あ、何か落ちたぞ。いや、ひどいありさまだ。お皿を使ってって言ったでしょパパ。これじゃ全然終わらないぞ。もうやだ、歯医者の方がマシだ。まだ終わらないの？いつまでやればいいんだ。本当にその通りだよ。口じゃなくて体を動かして。どうなったかしら。待って、何も変わってないじゃない。何をしているの。うまくいかなかったわ。でもいい考えがある。あのテープを使って。そうね、うまくいきそうよ。あなたたち動かないで。ごめんなさいママ。違うのよ。両手を出して信じて。手にテープを巻いていくわ。こんな風に。一体何をしてるんだママ。おかしくなっちゃったの。大丈夫、すごく楽しいのよ。次にテープを体に巻いて。動かないで、すぐ終わるわ。くっつく面が表になるようにしないと。そろそろ完成。これが何なの。テープをおもちゃにつけてみて。わかったよママ、行くぞ。すごい、見てよこれ。テープにくっついた。ママは天才だ。とってもクールだ。未来の世界にいるみたい。そう、その調子。これはなんだ。僕はお金持ちだ。面白くなってきた。全部キャッチするぞ。ほら見て、もう一回だ。わー、いっぱい取れた。すごいだろ。ゲッター。
まあ、とっても綺麗になったわ。偉いわ、あなたたち。頑張ったわね。ご褒美をあげなきゃね。わあ、いいね。待てよ、僕のヒゲはどこだ。これのこと。こら、返しなさい。まあ、どうせ剃るつもりだったでしょ。いった？うん、止まらない。ママ、ほら見て。いいじゃない。見てないじゃん。新聞読んでるのよ。私のジャンプ力を見て。うわ、リリー、危なかった。でも大丈夫よ。はあ、また汚しちゃって。綺麗にしなきゃ。え、大丈夫だって。泥だらけじゃない。動かないで。そんなのいいわ。じゃあね。リリー、こっちに来なさい。捕まらないわよ。あ、捕まっちゃった。お風呂に入りなさい。うん、お風呂大嫌い。はあ、またもやこの展開。逃げなきゃ。あ、待って。うわ、チョコだ。私の大好物。うわ、ポテチでエネルギー補給して。ママに捕まっちゃう。うん、ケーキも美味しそう。やばい、捕まっちゃう。やってられないわ。うん、追いかけなくてもいいかも。いいこと考えたわ。まずはカップケーキ型を用意して、液体石鹸を注いだら固まるのを待つの。固まったら石鹸をアレンジしよう。カップケーキに見えるようにスプリンクルをかければリアルに見えるわ。あとは型から取り出してっと。安定させて、スムーズに。これは思ったより難しいね。私なら全然できるもん。すごい、この歩き見て。準備は整ったね。パーティーしよう。とっても優雅な気分。おっと、危ないところだった。この色本当に私に似合ってる。私はどう？とっても華やかな気分。女子会ほど楽しいものはないね。でも何かも足りない。ねえジャスミン、ジュエリーが必要なんだよ。ああ、そうか、ナイスアイディア。すごい、見てよこれ。たくさんある。何つけよう。うん、これはいいね。ママは使っても気にしないはず。これどう？いいね。ああ、これいいね。他に何かあるかな。ねえリリー、これ見て。すごく綺麗。すごい、欲しい。ダメだよ。私が最初に見たんだから話してよ。ああ、嫌な予感。どうしよう。わかんない、やばいよ。取れない。ママすごく怒るよ。もう二度と奇跡ごっこなんてしない。正直に話そう。もう取れないもん。もうどうしようもないよ。ジャスミン、あれだ。もう全然リラックスさせてもらえないよ。トイレットペーパー妖精の仕事には終わりがないね。何があったの？ネックレスがシンクに落ちちゃったの。助けてほしいの。ははまたまた、この通りさ。見覚えがあるでしょ。すごい、どうやったの？貸して。でもどうやって。もう同じことが起こらないようにする必要があるね。ああ、わかった、これが必要だね。何？びっくりでもしてほしいの？ほら、やってみたらわかるよ。これ使ったらびっくりするよ、僕を信じて。それ何？私もわかんないよ。本気？それをシンクに取り付けるんだよ。そうすればこれ以上落ちなくなる。もう行かなきゃ。ああ、わかった。これを取ったらこっちに変える。これでシンクに物が落ちなくなった。さあ、パーティーだ。これこれ。あ、ダメ、ジュエリーが。大丈夫、ちゃんと機能してるから心配ないよ。これで心配する必要全くなし。この動き見て、生きてるって感じ。最高の気分。終わってほしくないくらい。本当にそうだね。とっても楽しい。デート楽しみ。準備しなくちゃ。髪をきれいに見せて、ドライヤーで乾かすよ。うん、良くなった。いい夜に過ごせそう。時間の方は？え、嘘、そんな遅刻だ。急がないと。ああ、時間がない。ちょっと待って、いいこと思いついた。そう、まさに今こそ呼ぶ時だわ。ねえ、トイレットペーパーの妖精、
すっきりする。待って、ビーチじゃないじゃん。もう、まあ、ただ、今度はどうしたの？見てわかるでしょ？ほらこれ。冗談でしょ。いいよ、これあげる。受け取って。レギンス？これをどうすればいいの？カルテはおかしくなってきたのかも。よく聞いて。ああ、なるほど。すごい。ありがとう。それはいいね。まず髪を束に分けるところから始めるよ。こんな感じ。それから三つ編みにする。反対側も同じようにするよ。それを今度は頭に巻いてクリップで固定する。いい感じ。次にヘアキャップをかぶる。そしてレギンスを頭からかぶって。ちょっと変な気分。固定するのも忘れないで。バンダナが使いやすいかも。次にドライヤーを準備して、片方の足の先にドライヤーを取り付けて、スイッチを入れたら、あとは待つだけ。ジャスミン、もしもし、いる？もしもし。もう来たの？よし、どうなったか見てみよう。うまくいってるといいんだけど。すごい、驚き。まるで美容院に行ったみたい。いい感じ。柔らかくて弾むようなカールになった。行かなきゃ。やほ、調子はどう？ぜひこれらを役立ててね。あは、とっても甘そう。ロマンチックだね。キャンプ場はこの辺りのはず。待って、この地図逆さまじゃない？ねえ、私ただ日焼けしたいだけなんだけど。この赤いバツ印ね、すぐ見つかるはずだけど。そうかしら。ちょっと待って、この時計が正しい方角を教えてくれるの。ああ、そんなの知ってるわよ。キャンプを張りましょう。バッグを下ろしたいわ。ああ、重かった。とっても楽になったわ。私の荷物はいつも軽めなの。さあやりましょう。楽しいわ。とてもエキサイティングなアウトドアね。私と娘と、そして大自然。まだ仕事があった。座る場所が必要よ。折りたたみ椅子を持ってきてるの。これなしでは始まらないくらいすごく快適なの。ああ、これでよし。これこそ人生。あなたもどう？わあ。いいね、ママ。私も椅子を持ってくるわ。あった、これよ。さっと広げるだけでいいの。なんですって？とっても簡単。癖になりそう。シンプルじゃない？ママ、どうしたの？歩いたからお腹空いちゃったわ。なんかサクッと食べたいわね。じゃあ、ホットドッグはどう？イエイ！キャンプのおやつにぴったりよ。ナイスアイディア。キャンプファイヤーをしましょう。マッチを持ってきてよかったわ。それか、昔のスタイルでやるべき？そうよ、もっと本格的なキャンプにしないと。映画で見たことがあるわ。そんなに難しくないはずよ。待ってね、もう少し。ほら、すぐよ。ごゆっくり。私はこのトマトを使うわ。わお、とっても新鮮。早く食べたいわ。卵はどう焼こうかな。大丈夫、サプライズよ。ごちそうができそうね。ママ、どんな感じ？炎はまだ？まだ途中よ。はあ、もう少し早くできないの？お腹が鳴って止まらないわ。他にいい方法があるかも。そうね、わかった。バッグからあれを持ってこなきゃ。あったわ。これでうまくいく。それは何なの？きっと驚くわよ。この入れ物に卵を入れる。気をつけて、殻は入れないでね。次にソーセージを1本卵の中に差し込んでいく。さあ、魔法をかけるわよ。ちょっと見せて。きっと気に入るわ。私を信じて。じゃじゃーん。ほら見て、卵ロールホットドッグ。わあ、すごいじゃない。いただきます。うん、おいしい。お、ほんとに。レシピ教えてちょうだい。ママはテントを持ってきてくれたじゃない。そうね、長くはかからないはず。オフィスに行かないといけないの。でもすぐ戻るから寂しくなるわ。愛してる。め。じゃあね、ハニー。じゃあね、ママ。ママったら、どこにも出かけないと思ってた。楽しくなりそう。好きなだけポテトチップスが食べられる。さあ、始めましょう。満喫しちゃうんだから。サクサク。キャンディーはここに隠してるの。ママにも内緒よ。いつ必要になるかわからないでしょ。うん、おいしい。一日中食べられる。ああ、ここにあったんだった。そう、これ。これがやりたかったの。もっとよ。全部食べちゃうんだから。
何でもいいの。食べるだけ。スナック天国ね。もう最高。まだあるのよ。マシュマロ。イエーイ。ふわふわでもちもち。これ大好き。もっともっと。はあ、無事に終わったわ。鍵はどこ？ジーナに入れてもらいましょう。やばい、ママが帰ってきた。バレたら大変。ママがカンカンに怒っちゃう。ジーナいるの？ドアを開けて。どうしよう。ねえ、開けてったら。待って、私のスライム、これで解決できる。そうよ、これしかないわ。ちょっと時間がないのに。ジーナ、一体何してるの？急いで。どうしてそんなにゆっくりなの？私をもっとビビらせようとしてるみたい。よし、これでいいわ。掃除の時間よ。スライムに食べかすをくっつけるだけ。ゴミを全部取ってくれる。すごい、すっきり。まるで魔法みたい。急がないと。全部取れたかしら？なんだかお腹が空いてきちゃった。集中よ、ジーナ。はーい、ママ。もう帰ったのね。何をしてたの？チャイムを鳴らしたのに。ごめんなさい、勉強してたの。あの数学の本、わかるでしょ？ああ、うん、そうなの。わあ、私が出た時より綺麗になった気がするわ。ああ、私も掃除しようと思ってたの。まあ、ありがとう。私もっと出かけるべきかしら。驚いたわ、ジーナ。本当にありがとう。待って。あとでね。ジーナ。子育てって大変だけど、だからこそ私たちは一日をもっと過ごせる素晴らしいハックを思いつきました。あなたのお気に入りはどれでしたか？コメントで教えてください。この動画をお友達と共有しましょう。もっと楽しい動画をもっと見るためにチャンネル登録も忘れずに。